夏の暑さや冬の寒さ、結露など住まいの快適さを大きく左右する窓。その窓の性能の鍵を握る大切なポイントの一つがガラスです。最近、日本の新築住宅の窓は2枚のガラスを使うペアガラスが当たり前になってきました。2枚のガラスの間にできる空気層で熱を伝わりにくくすることにより、窓の断熱性能は大きく向上しました。このペアガラスにもう1枚ガラスを加えて、2つの空気層でさらに断熱性能を高めた高性能ガラス、それがトリプルガラスです。日本ではまだ馴染みが薄いかもしれませんが、環境先進国ドイツでは新築住宅の窓の 90% 以上がトリプルガラスを採用しており、より快適で省エネ性に優れた住宅作りが行われています。2つの空気層で高い断熱効果を発揮するトリプルガラス。リクシルはそこに先進の技術を加え、さらなる高断熱化を図っています。室外側と室内側のガラス面に特殊な金属膜をコーティングし、空気層に熱が伝わりにくいアルゴンガスを封入することで、熱の伝わりを徹底的に抑えます。夏は暑い太陽熱の侵入を 66% カットし、冬は暖かい暖房熱の流出をペアガラスの5分の1に抑制。その断熱性は一般的なペアガラスに比べて 3.6 倍も向上しています。真冬の夜から朝にかけてのガラス面の温度変化を比べてみると、ご覧のようにトリプルガラスなら急激な温度低下を抑えられるため、真冬の朝も快適に迎えることができ、ガラス表面の結露も大幅に軽減できます。またガラスを3枚使うトリプルガラスは一般的にペアガラスのおよそ 1.5 倍の重さになりますが、リクシルはこれまで厚さ 3mm あった中間ガラスをわずか 1.3mm の特殊薄板ガラスに変えることでおよそ 20% の軽量化を実現。窓の開け閉めや建物にかかる負担も軽減します。ちなみに 1.3mm の特殊薄板ガラスを使うことで2つの空気層が 1mm ずつ広くなり、これによる断熱性向上効果も見逃せないポイントです。暑さや寒さの侵入と結露の発生を徹底的に抑え、最上級の心地よさをもたらすリクシルのトリプルガラス。窓を選ぶ際はぜひガラスにもこだわってください。